比前忠広忠義は、日本刀の名を呼び投稿名。江戸時代に、比前佐賀藩を中心に活躍しており、初代忠広にあたる比前忠義が最も著名であるが、江戸時代末期までに九代にわたって、同盟を用いた投稿が存在する。忠広を世襲した投稿は、先代忠義が死去した後に、忠義を襲名していたことから本校では、両名兵器とする。 初代忠弘は本名を橋本新左衛門として非存国長瀬に生まれる。聖火は小西子の流れを組む龍造寺高信に仕える武士であった。しかし、1584年3月の沖田縄での戦いにおいて仕えていた龍造寺家が滅亡し、祖父森弘と父道弘の両方を失った。新左衛門は当時若干13歳であり、 主家と不相をなくしたため武士として生きることができなくなったため、やむなく一族で東光へと転身した。以降は、東光名を忠義と称して、担当技術を磨き、加藤清正のお抱え単野であった、狸全米の弟子などを経て、1596年には、京の梅田赤都市に入門する。京では3年にわたり、研究を続き秘伝で演じを受けて、秘前へと帰る。 1624年に、武蔵大城を受領し、忠広と名を改める。初代、忠義の死後も、忠広一門は、江戸時代を通じて、佐賀藩主鍋島家のお刀舵として幕末まで100人を超える刀工を輩出するなど流星を極め、非全国単位や、非全国忠義一類などと呼ばれていた。また、刀の切れ味で刀工たちの番付を決めた。 懐とこ剣弱という刀剣書では、最高の切れ味を誇る、最上体行物を作る刀剣として、選ばれた12名の内書代、忠義など、忠だ一門から3名も排出している。近代に入ってから忠だ一門が作った刀を、秘膳刀と称するようになり、1917年に、刊行された、西越、伊、織は、忠だ一門が、佐賀城下で制作した刀剣を、 ヒゼンガと呼ぶと記されている。刀名ナメ国ただあよし、あ桃山時代、特別重要統計五百七十二年生まれ、六百三十二年没。通称は、橋本新左衛門。五百九十六年に、鍋島家の命を受けて、京都の梅田だ赤都市に入門し、五百九十九に帰国する。六百二十四年に、武蔵大城を受領し、 忠弘と名を改める。新党最上作、最上大技者。制作の時期により、五自中名、週元名、十人名、改め名後の忠弘名に分かれており、非全国中武蔵大将、藤原忠弘、非全国藤原忠弘などの名がある。もともとは原生であったが、武蔵大将を受領して、名を忠弘と改めたのと同時に、藤原生へ変えている。 なお、忠広解明改名後にも、鍋島家より注文を受けて納めたものには、受領名を記すに及ばないとして、武蔵大将を省いた刀も存在する。武蔵大将を省いた名義は、健城名と呼ばれている。1614年生まれ、1693年没。初代の抜子で、通称は、初代と同じく新左衛門。初代である父の死後に、忠広を襲名している。 1641年に大見大城を受領する。修生忠義名を切らなかった。長寿であったため歴代の中で最も多くの作品を残している。新東上城作大あざもの。1637年生まれ、1686年没。二代目の着難であり、通称は新太郎。1660年に24歳で道の下大城を受領し、 翌年には、むつまもるとなる。五十代で創生していることや父の二代忠広を、作刀を手伝うことが多かったため、三し忠義の作刀は少ないとされている。新刀最上作、最上大技者。1668年生まれ、1747年没。三代目の着男であり、通称は玄介。三代目である父の死後に、 父の通称である新三郎を名乗る。1700年に大見大城を受領する。新東上作、技物。1696年生まれ、1775年没。四代目の嫡男であり、通称は新三衛門。はじめは忠広を名乗り、四代目である父の死後に、忠義を襲名している。1750年に大見守を受領する。新東上作。 1736年生まれ、1815年没。五代目の次男にあるが、兄が創生したため六代目を継ぐ。はじめは忠だを名乗り、五代目である父の死後に、忠義と新在門を襲名している。1790年に、大見守るを受領する。さらさらと上作。1771年生まれ、1816年没。通称は、平作郎。 平助、後に忠左衛門と改める。六代目が死去後すぐに病没したため、忠義を襲名していない。1801年生まれ、1859年没。元は、鍋島藩士古川家の次男として生まれる。七代目に実施がなかったため橋本家に入り、1816年に忠義及び新左衛門を襲名する。1850年には、 藩の大砲製造方に任命され、藩の近代化に大きく貢献する。一般的に、広大忠義といえば、この八代を指す、サラサラ島上作、1832年生まれ、1880年没、八代目の着難であり、作風も父である八代に告示する。その技量は、名工と評された上三代に迫るほどの腕前で、歴代の中でも、 出色と評される。しかし、明治時代に入り、廃刀令を受けて廃業したため現存する作品は、少なく、その存在はあまり知られていない。非前忠だ広作の刀を所持していた著名人として、岡大蔵がいる。元々は、坂本龍馬の刀であり、龍馬の知人であった、安田玉城の証言によれば龍馬が脱藩する際に、雨に濡れないようが棚に油紙に包んで持ち出したと、 している。維新と佐きん氏によれば、龍馬は、道中金銭に苦労して、刀の外装をいくつか売り払ったようであり、京都で再会した、大石八太郎からはその外見を怪しまれ、縁頭を売りて良費にしたりとうち笑ったという。さらに、と佐勤ん党の五十嵐育之助の解雇団によると、その後、肥前忠広は龍馬から岡田伊蔵に貸し与えられ、 本間聖一郎暗殺の際に利用した際に切っ先を破損したとされる。解雇団当時は靖国神社優秀館に展示されていたとされているが、現在は行方不明である。なお、遺蔵の師匠にあたる竹内半平太も、初代、忠宏の門人である、河内大城生、工作の刀を所持していたとされている。ありがとうございます。